クラクフ・プワシュフ強制収容所クラカウ・プラショー強制収容所はナチスドイツが第二次世界大戦中にポーランドのクラクフ郊外プワシュフに設置した強制収容所スティーブン・スピルバーグ監督の映画シンドラーのリストの舞台となったクラクフ・プワシュフ強制収容所の所長宅のバルコニー映画シンドラーのリストではここから アーモンゲートは囚人を狙撃したことになっているが、実際には収容所敷地はバルコニーより高い位置にある。ためバルコニーからの狙撃は、不可能。原作では別の場所から狙撃していたことが、記載されている1940年夏頃に、クラカウ地区新兵隊及び警察指導者のプラショフ、強制労働収容所として開設された。1942年10月以降、 クラクフゲットーからユダヤ人が多数送られてくるようになり、やがてプアシュフの囚人のほとんどはユダヤ人と化した。1943年2月には悪名高きアーモンゲート新鋭大将尉が所長として赴任してきた。ゲートは異常なサディストで囚人たちから大変に恐れられていた。映画シンドラーのリストでもゲートの残忍さが克明に描かれている。 特に1943年春から夏にかけてのゲートは、恣意的に人を撃ち殺したり、犬に食い殺させたり、拷問したりとやりたい放題で、収容所はゲートへの恐怖で支配されたという。ゲートはこれらの殺人を、クラクフ地区新兵隊及び警察指導者、ユリアン・シェルナー新兵隊上級大佐に、報告していなかった。1943年夏。 ポーランド総督不良の親衛隊及び警察高級指導者フリードリヒビルヘルム・クリューガー親衛隊大将がブワシュフ収容所を視察した。この視察の後ゲートはクリューガーの水挙で親衛隊隊に2階級特進した。1944年1月10日にブワシュフ収容所が親衛隊経済管理本部が管轄する強制収容所の一つになった。 新衛隊経済管理本部は強制収容所の囚人を奴隷労働力として重要な存在とみなしており、囚人に対する監視の恣意的な殺害、拷問に目を光らせていた。そのためこの後にはゲートももはや恣意的殺人はあまりできなくなり、収容所内で殺害される人の数は大幅に減少したのであった。ただし拷問については余計ひどくなったという。 クワシュフ収容所は1944年秋まで、複数の付属収容所を持っていた。ビエリチカ、ザコパネなどに付属収容所があった。またオスカー・シンドラーの放浪食器工場があるリポは、通りにも付属収容所があり、シンドラーの工場に雇われていた。ユダヤ人たちはそこに収容されていた。1944年夏には、 プワシュフの囚人数は2万4000人以上に達した。1944年9月にはゲートが不正経理で逮捕されたため、代わりにアルノルト・ビュッシャー新兵隊中尉が所長に就任した。しかしこの頃からソビエト赤軍の接近により、プワシュフから他の強制収容所への囚人移送が始まり、1944年のうちにはほぼ全ての囚人を移送し終えた。 1945年1月の最後の時まで残っていた囚人たちはアウシュビッツビルケナウ強制収容所まで死の更新を行わされた。1945年1月11日にソ連赤軍がプワシュフ収容所に到着した時にはここには誰もいなくなっていた。プワシュフは絶滅収容所ではないにもかかわらず、総計8000人もの人々が殺害された。 ありがとうございます。